キングプリンス、R.E. エラーが最強すぎる。渋谷ビジョン広告 &Spotify 限定コンテンツでファン熱狂。キングプリンス、R.E. エラーの衝撃。渋谷ビジョン広告で街をジャック。キングプリンスの最新アルバム、R.E. エラーが配信されるやいなや、瞬く間にファンの間で話題となりました。このアルバムは、新たな時代の幕開けを象徴するものであり、そのタイトル通り、 過去の栄光を引き継ぎつつも、未来に向かって進む彼らの姿勢が感じられる内容となっています。10月20日まで渋谷スクランブルスクエアで放映されるビジョン広告も大きな注目を集めており、ファンの間では、見に行けないけど SNS で写真を見て満足している、渋谷に行ったら絶対見たい、といった声が飛び交っています。このビジョン広告は、まさにキング・プリンスの存在感を象徴するもので、 都会の中心で彼らの音楽やメッセージが広がっていく姿は、ファンにとっても特別な体験です。しかし、遠方に住むファンにとっては、このビジョン広告を直接見ることができないのは少し残念なことかもしれません。そのため、SNS 上で広告の写真を共有し合ったり、Spotify の限定コンテンツを楽しんだりすることがファン同士の交流を深めるきっかけとなっています。Spotify で配信されている限定コンテンツには、 彼らの声が入った This isKingPrince、そしてメンバーが選曲した日常を彩るパワーソングなどがあります。このようなコンテンツは単なる音楽配信以上の体験をファンに提供しており、ファン一人一人が彼らの個性や音楽に触れる機会を増やしています。また、クリップス動画やキャンバス動画などの視覚的コンテンツも充実しており、視覚と聴覚の両方で彼らの世界に浸ることができるのです。 ファンの声を集めてみると、娘がキングプリンスが好きすぎて Spotify の限定コンテンツを一緒に楽しんでいますや、渋谷のビジョン広告がすごく見たかったけど、遠方なので見れないのが残念。SNS で写真を見れて嬉しいといった感想が多く寄せられています。特に、地方に住むファンにとって、SNS や Spotify は彼らの活動を身近に感じるための重要なツールとなっています。ここで興味深いのは、 ビジョン広告や Spotify 限定コンテンツといった新しい形でのプロモーションが、アーティストとファンの関係をどのように変えつつあるかという点です。かつては CD のリリースやコンサートがファンとの主要な接点でしたが、今ではデジタルコンテンツがその役割を補完し、時にはそれ以上の価値を提供していると言えるでしょう。例えば、限定コンテンツはリスナーにとって特別なものであり、メンバーが選んだ曲や彼らの声を聞くことで、 よりり親密なつなつががを感じることができますこのような取り組みは音楽業界全体にも大きな影響を与えています。物理的な距離に関係なくファンがアーティストの最新情報やコンテンツにアクセスできることでファンベースがますます広がっているのです。特にキング・プリンスのように国内外で人気を誇るアーティストにとってこのようなデジタルプロモーションはグローバルなファンとのつながりを強化する絶好の手段となっています。 ただし、このようなデジタル時代のプロモーションにはいくつかの課題も存在します。例えば、直接ビジョン広告を見たり、ライブに参加したりするのとは異なり、デジタルコンテンツだけでは感じられない臨場感や熱気があります。ファンにとっては、デジタル上の体験も楽しいものの、やはりリアルな空間でアーティストと共有する瞬間はかけがえのないものでしょう。そのため、 今後はリアルとデジタルの融合が一層重要になってくるかもしれません。ライブストリーミングやバーチャルイベントなど、新たな体験が求められる中で、キングプリンスのようなアーティストはどのようにファンとのつながりを進化させていくのでしょうか。さらに、スポティファイのような音楽配信サービスが提供するプレイリストや限定コンテンツは、ファンだけでなく、アーティストにとっても新たな表現の場を提供しています。例えば、メンバーが選んだ、 パワーソングは、彼らがどのような音楽から影響を受け、どのような気持ちで日々を過ごしているかを知る手がかりとなります。これによって、ファンは彼らの日常や個性をより深く理解することができ、音楽そのものを超えたつながりが生まれています。一方で、このような限定コンテンツが次々と登場することで、ファンが感じる、情報の過剰供給についても考える必要があるかもしれません。 毎日のように新しいコンテンツがリリースされる現代では、すべての情報を追いかけることが難しいと感じるファンも少なくありません。とはいえ、キングプリンスのように、ファンを第一に考えたコンテンツ作りを続けていけば、そうした問題も乗り越えられるでしょう。キングプリンスがファンに与える、幸せや、パワーは、彼らの音楽だけでなく、こうしたプロモーション活動からも感じ取ることができます。 ずっとハッピーをくれるチームキンプリが大好きといったファンの声が示すように彼らは単なるアーティストではなくファンの日常に寄り添い元気を与える存在なのですこのようなポジティブなエネルギーが多くの人に広がり音楽だけでなく彼らの存在そのものが一つの現象となっていく様子はまさに R.E.L.A. というタイトルにふさわしいものと言えるでしょう新しい時代の始まりを象徴する R.E.L.A. は キング・プリンスにとっても、ファンにとっても特別な作品です。このアルバムを通じて、彼らがこれからどのような道を歩んでいくのか、そしてその道のりにどれだけ多くの人が共に歩んでいくのかが楽しみです。ビジョン広告や Spotify の限定コンテンツを通じて、多くの人々に彼らの音楽が届き、さらに広がっていくことを願ってやみません。ファンの期待とともに、キング・プリンスの RE エラーはその影響力をますますす広げていくでしょう彼らの音楽は、単なるエンターテインメントにとどまらず、日常に溶け込み、生活の一部として多くの人に寄り添っています。Spotify での、日常を彩るパワーソング、プレイリストもその一例であり、メンバー自身が選んだ曲が、ファンの毎日にエネルギーや活力を与えているのです。日々の忙しさの中で、ふと彼らの音楽に耳を傾ける瞬間、 どれだけの人が救われ、励まされているでしょうか。音楽の力は計り知れず、それを提供するアーティストの心の中には、常に、ファンのためにという強い思いがあります。だからこそ、キング・プリンスはただ人気があるだけではなく、ファンとの強い絆を築いているのです。また、彼らが提供するコンテンツは単なる、商品ではなく、ファンとの、対話のようなものであるとも言えます。 スポティファイでの限定コンテンツにしても、ビジョン広告にしても、そこには、ファンに見てもらいたい、聴いてもらいたいというメンバーの思いが詰まっており、それを受け取ったファンは、感謝の気持ちや喜びを SNS で表現することで、再びそのメッセージをキング・プリンスに返しています。この双方向のコミュニケーションが、彼らの魅力をさらに高め、音楽業界でも特別な存在として位置づけられている理由の一つなのでしょう。 ファンとの強いつながりを大切にしながら、キング・プリンスは次のステージへと進み続けます。渋谷のビジョン広告は、たった一瞬の体験かもしれませんが、その瞬間を共有することで、ファン同士がさらに絆を深め、SNS を通じて遠く離れたファン同士もつながっていく。この現象こそが、彼らが生み出している新しい時代の象徴であり、アルバム、RE ・エラの真髄なのかもしれません。 デジタル技術の進化に伴い、今後もキング・プリンスのようなアーティストがどのようにファンとのつながりを維持し、進化させていくのかが非常に興味深いところです。従来のライブやイベントだけでなく、VR や AI を使った新しい形のエンターテイメントが登場する中で、彼らがどのようにその技術を取り入れていくのか。例えば、バーチャルライブであっても、ファンはリアルな臨場感を感じ、 アーティストとの一体感を味わえるようになるかもしれません。そういった未来の可能性を考えると、今はまだその序章に過ぎないのかもしれません。ただし、技術が進化しようとも、キング・プリンスが大切にしているのは、ファンへの感謝の気持ちと、その気持ちをどう届けるかというシンプルな姿勢でしょう。彼らの音楽がこれまで多くの人に届いてきたのは、その音楽が持つ普遍的な魅力と、 彼ら自身のひたむきなスポティファイでの限定コンテンツや渋谷でのビジョン広告は、その努力の一環にすぎませんが、彼らの思いを感じ取るには十分すぎるほどの力を持っています。未来を見据えながらも、過去の栄光に甘んじることなく、常に進化し続けるキング・プリンス。アルバム「r e エラは、その歩みを象徴する作品であり、彼らの新しい一面を見せるだけでなく、 これからの可能性をも示唆しています。このアルバムを通じて、ファンは彼らの成長を間近で感じることができ、また新たな喜びを得ることができるでしょう。そして、その喜びを感じる瞬間は、ただ音楽を聴くだけでは終わりません。渋谷の街角で、Spotify のプレイリストで、SNS 上で、彼らの存在はいつもファンのそばにあり、何気ない日常の中でふと訪れる、キングプリンスとの再会を、 これからも楽しみに待ち続けることでしょう。